金村さんがもしかしたら慶応義塾大学行くかもしれないっていう回がもう15万再生超えてます。うん、ありがとうございます。もう、はい、慶応預金までしてましたということで慶応の私の後輩の金さんに来てもらいました。知ってますか、金村さんは。15年ぐらい前に一方的にお会いしてます。え、遠くから見た。あ、遠くから合ってるのか。15年前金さんスポルトをやってた頃ですね。あ、じゃあもっと前。もっと前ってことですね。西武時代。あ、西武時代はもうね、1999年に引退だから21年前歳ぐらいですね。あ、じゃあ覚えてる。なるほど。はい、僕は覚えてない。天球場で大栄戦当時の、うん、はい、いつも見に行っていたんですよ。両親が王貞治さんとよくしていただいてまして。すごいですね。試合前に王さんのところに、ベンチのところに会いに行って。家族で。家族で会ってすごい逸材が来たね。ベイスターズのファンですか。大ファンです。横浜スタジアムで中継とラジオ中継とか、はい、新聞で行くときは楽しみなのよ。大好きで駐車場早めに行って、はい、中華街の入り付けの恵比寿温泉行って銭湯行ってサウナ入って中華食べて、うん、でも一回問題になったことあるんで、去年ね、僕が車を置いて、はい、置きっぱなしって帰っちゃった。飲んじゃってもう運転できないから。これ誰の車ってなるじゃないですか。だからガードマンが金村さんが消えたって周り回って電話かかってきて、車乗けてくださいとか。金村さんプロ野球界いいですか。一度あなたの仲良しの森脇監督がやろうって言っていただいたんですけど、店長にお断りしました。なんで断るんですか。いや、レギュラー番組いっぱいあったから。ちょっと待って、プロ野球界よりもレギュラー番組。そうそう、計算してみると、はい、計算って何の計算ですか。年俸の計算をしてみるともう全然かけ離れてるんで、もう息子さんにまだね結婚させなきゃいけないんで、泥水をすす覚悟はございません。